海外投資の補助金についてですね、まあ、海外投資と補助金の関係なんですけれども、まあ、海外投資における補助金というのはですね、まあ、投資家や企業がですね、海外進出、まあ、事業展開を支援する、する場合にですね、その支援するために国がですね、提供するというものなんですけれども、まあ、種類はですね、いろいろあるんですよね。海外展開支援補助金とかですね、あとは、まあ、海外投資促進補助金とかですね、あと研究開発補助金とか、まあ、そういったものがあります。申請方法とかですね、細かくご相談いただければと思います。わからないところがあると思いますの で活用のポイントですね、まあ、情報収集とですね、申請書の作成をきっちりすると、あと相談窓口の活用というのも、ぜひ視野に入れていただければと思います。で